さんこんにちは、トレインフォレストです。今日は志津鉄の1008号編成が運用入りしてるとのことなので、取りまくりたいと思います。今日もよろしくお願いします。現在新清水駅に来ており、ここから、さなぎ駅まで行きたいと思います。この広告を見ると、線形がどれだけ愛されていたかわかりますね。夜中から降り続いている雨のせいで、巴川がすごいことになっていますね。ここは定期電がかぶりやすい駅ですが、かぶらないことを願いましょう。ちょうど日曜日で終了したはずのヒロアカラッピングが来ましたね。元の塗装をまともに取ったことがないので、ラッピングが剥がされたらまた取りに来ることにします。を剥がされた A305 号編成が来ました。この編成は後で取ることにしましょう。一応入線はこんな感じに取れました。雨がすごいですね。今日の目的の1008号編成が近づいてきました。切り位置でのかむりはなさそうです。やっぱり雨がすごいですね。次は反対側のホームで面立てしたいと思います。豪雨なので寝立てなくても V カットを決めれそうですね。ヒロアカラッピングがされたままの A307 号編成が来ました。良かったです。次は通常塗装に戻された A305 号編成が来ました。雨が弱まったせいで微妙な感じになりました。この塗装ではまだまだ走るので、まあいいでしょう。さっきの A305 号と同じぐらいの雨で1008号が来ました。なんか微妙な写真になりそうですが、頑張ってみます。
こんな感じになりました。どちらもちょっと微妙ですね。約3週間ぶりに乗ってみます。前から運動場までの全面展望も撮ってみました。次は走行音です。車内には他のお客さんもおられるので、一部だけを撮影します。日吉町に着きました。ここで撮影したいと思います。雨がいい味を出していて、お気に入りの写真になりました。折り返しもここで撮りたいと思います。新静岡からの折り返しが近づいてきました。
写真はこんな感じになりました。まあまあよく撮れているのではないでしょうか。新静岡では動画があまり撮れなかったので、写真だけをお送りします。新静岡駅の1、2番ホームの駅線からでも、まあまあいい写真が撮れるんですね。初めて知りました。目的の線8号が近づいてきました。頑張っていきましょう。こんな感じに撮れました。幕が普通なしになっているのには驚きました。ヘッドマークが前後で若干異なるのは面白いですね。なんか突然幕を回し始めました。折り返しも普通なしで行くみたいです。出発を見送りたいと思います。次は長沼で撮りたいと思いますので、この電車で移動していきます。長沼に着きました。ここで撮りたいと思います。ラッピングが剥がされた A302 号、編成が出庫点検してますね。忘れたので、写真だけをどうぞ。線8号が近づいてきました。普通なしで来てくれたら嬉しいです。通常の普通ありの幕で来ましたが、免許し、パンクチは回避してるので全然いいでしょう。次の書場まで移動していきます。次は初めて行くところになるので、失敗する可能性が高いですが、今度のビール列車の下見がてらに行ってみます。出てきました。ここから歩いてすぐの場所に、その書場はあるみたいです。着きました。ここで撮ってみたいと思います。今回も時間がなかったので、写真だけをどうぞ。意外といけそうですね。
行けました。今度のビール列車もここで撮りたいと思います。望遠を飛ばして撮ってみると味のある写真が撮れることもわかりました。開始までの時間があまりないので急いで駅まで戻ります。次の書場は間に合うところがないので桜橋で記録程度に撮りたいと思います。211系と並びそうでしたがギリギリ無理でしたね。写真はこんな感じになりました。記録程度だったらいいと思います。一応こんな写真も撮れました。なんかランしてるみたいになってしまいました。時間の都合で今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。